それではとその中身のですね、高速フーリエ変換に関する話をしていきたいと思います。とテキストではセクション 6.2 からですね始まってますので、順次確認してください。まずこの話の中では1の原子 N 条根というのを使います。で、1の原子 N 条根についてはもしかすると他の授業でもこう何度か出てきたかと思いますので、一応軽く確認程度に努めてしておきたいと思うんですけれども、K を対とするときにこの K の元オメガが1の原子 N 条根であるとは、オメガの N 乗が1に等しいと。でそれからで N 未満の全ての値に対して整数ですね、正の整数に対しては1にはならないということを言います。ですので、オメガの形状というのを考えたときに、K が N のときに初めて1になるような数のことを、オメガが1の原子 N 乗根というふうに呼びます。それからここから先はですね、この K 対 K として複素数体を考えていきますので、複素数体の話にしますと、その N が正の時に、1の原子 N 乗根というのは、これ関数論で皆さんやったと思いますけれども、オメガ N としてエクスポネンシャルの N 分の 2πi ですね。これが1の原子 N 乗根になります。もちろんこれ以外にもありますけれども、とりあえずこれは原子の原子 N 乗根で最も基本的なものでしょう。それからと、1の N 乗根としては、このオメガ N ですね、原子 N 乗根の形状ですね、K は整数としますけれども、このオメガ N の形状が1の N 乗根になることが知られております。で、それから、ここから今回のその話では1の N 条項の性質として主に以下のものを使います。まず最初はですね、これ N が0以上で、それから K が0以上の時に、そのオメガの原子 DN 条項の DK 乗がオメガの N 条項、1の N 条項、ごめんなさい、1の DN 条項の DK 乗が1の N 乗根の形状になると。でちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、例えばですね、 M が偶数の時、例えば M が例えば8乗根だったら、 M が8であったら8でいいんですけれども、8の時の原子1の原子8乗根の例えば4乗っていうのを考えると、それっていうのは実はマイナス1ですから、それは実は1の原子2乗根ですね。っていうふうにこうオメガのインデックス、何乗根のインデックスと、それからその上の肩の指数をですね、うまく共に割ってこう表せるという性質があります。というのが1つ目ですね。でそれから2つ目の性質として使うのは、N ですね、正の N がもし正の偶数であるならば、もしですね、今1の N 乗根っていうのを考えた、1の N 乗根が例えば N 個ありましたと。でそれを全部例えば2乗したものが、ちょうど1の 2分の N 乗根になるということも皆さん分かると思います。そういう性質も使います。あと、この3つ目に使う性質は、相和補剤と呼ばれるものなんですけれども、これは N を正の整数として、それから K が整数のときに、この1の N 乗根、原子 N 乗根の、KJ 乗ですね。だから、1乗、K 倍の、K 乗、2K 乗、3K 乗っていう数の和を、こう取っていきます。n-1 かける k 倍形状ですかね。まで和を取ったときに、これはその k が n を割り切るか割り切れないかで、結果が異なると。でもし k が n が k の倍数でなければ、この和は0になって、で逆に n が
k の倍数が a と k どっちだ、n が k の倍数の時には n に等しくなるというのがこの相和放題と呼ばれる性質です。これも後で使います。